吉野北斗、右、戸日高龍太、左、撮影イコール小谷修二。ジュニアエグザイル、ジェネレーションズ、スタランページ、ファンタスティックス、バリスティックボーイズの各グループが、エグザイルの楽曲をそれぞれ4曲ずつカバーしたトリビュートシングルを、12月1日、水曜日から4週連続でリリースする。これはエグザイルのデビュー20周年を記念した企画、エグザイルトリビュートで、ウェブザテレビジョンでは各グループから1人ずつ、メンバーにインタビューを実施。本記事では、ザ・ランページ・フロム・エグザイルを1日、水曜日にリリースするザ・ランページ・フロム・エグザイル・トライブの吉野北斗と、バリスティック・ボーイズ・フロム・エグザイルを8日、水曜日にリリースするバリスティック・ボーイズ・フロム・エグザイル・トライブの日高龍太に、エグザイルへのリスペクトを込めて制作された各作品について話を聞いた。生半可な気持ちではできないな、と、吉野。エグザイルデビュー20周年を記念した企画、エグザイルトリビュートに、ジュニアエグザイルが参加するというお話を最初に聞いた時の感想を教えてください。吉野、デビュー20周年というメモリアルで特別な時だからこそ、重みを感じましたし、緊張感が増しました。ずっと第一線で活躍されているエグザイルさんの楽曲をカバーさせていただくことも、新たにメガボルトを撮影して自分たちのパフォーマンスとして世の中に出すということも、当たり前のことですが、生半可な気持ちではできないな、と。ザ・ランページはメンバーが16人いるので、全体の見え方というところで比較される部分があると思うので、制作に入る前から、みんな気合が入っていました。日高、2019年にデビューしたバリスティックボーイズが、こんな素晴らしい企画に本当に参加させていただけるのという驚きがありました。それが最初の素直な感想でした。自分たちに期待してくださった方たちの思いに、しっかり応えたいと思いました。吉野、エグザイルさんは憧れの存在ですし、何よりもジュニアエグザイルはエグザイルさんから夢をいただいている世代なので、そんな自分たちが素晴らしい楽曲をカバーさせていただけるのは、とても感慨深いです。では、先行配信したそれぞれの表題曲、ノーリミット、ザ・ランページ、タッチ・ザ・スカイ、バリスティック・ボーイズについて聞かせてください。オリジナルから変わっている点、またオリジナルを踏襲したり、オマージュしている点を教えてください。吉野、メガボルトのドーム型のセットがオリジナルのメガボルトをオマージュしていたり、人数感というところでも王道のエグザイルスタイルを踏襲、継承していると思います。これまでの自分たちのメガボルトや普段とは違う表情を見せることができたと思います。ザ・ランページらしさはどういうところで表現できたと思いますか？吉野、ザ・ランページにはパフォーマー5人からなるヒップホップユニット MA55 IVE ザ・ランページがいるので、新たにラップを取り入れたり、この時代にフィットしたアレンジとサウンドで重厚感を表現できたと思います。テクスト、日高が語るバリスティックボーイズのタッチ・ザ・スカイ3分の2123、